それじゃあ行ってきます。ん？朝から来客なんて珍しい。宅配かな。はい、今開けま。ラン、すごくびっくりした顔してるな。やったー、サプライズ大成功。驚かせてごめんね、ランちゃん。今朝メッセージでランちゃんの誕生日パーティー楽しみだねって話をしてたんだけど、ついうっかり最高に盛り上がりまくっちゃって。そうそう、そのうちひまりが今すぐお祝いしに行こうとか言い出してさ。だって絶対放課後まで待ちきれないと思ったんだもん。それに早くお誕生日おめでとうってランに伝えたかったし。いや、日付変わった瞬間メッセージでおめでとうって言ってくれたじゃん。そうだけど、直接言いたかったの。やれやれ、ひーちゃんは相変わらずひーちゃんですな。そういうモカちゃんだってひまりちゃんの提案にすぐ賛成してたよね。そうだっけ。全く記憶にございませんな。まったく、朝っぱらから何してるんだか。でもまあ、ありがとう。まあこれくらいで満足してもらっちゃ困るけどな。そうだよ、放課後のお祝いはもっとすごいの準備してるんだから。結構前から力入れて準備したプレゼントでしょ。パーティー中にやるミニゲームもいっぱいあるし、それからそれから。ひまりちゃん、ストップストップ、それ以上はサプライズじゃなくなっちゃうよ。そうそう、詳しいことは放課後のお楽しみ。というわけでまずは学校行きますか。うん、そうだね。ありがとう、みんな。放課後も期待してる。